彼方はもう忘れたかしら。赤い手ぬぐいマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。荒い波が芯まで冷えて、小さな石鹸ガタガタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たい手で言ったのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった。ただあなたの優しさが怖かった。